はい皆さんこんにちは2月21日分の今週遊んだゲームへようこそ。ようこそ。アジアジャパンのダニエルと千葉です野口です。はいこの3名で届きたいと思っておりますよろしくお願いしますお願いします。今回のメニューなんですけれどもヘルダイバー2そして竜が豪得。 <8 S 2> <laughs> でそれから <laughs> シティゼンスティーパーと、えー、ちょこっとねマイクロソフトフライトシミュレーター中の Dune のコンテンツについて、はいえー、届きたいと思っております。とい,いうことでいきなり野口さんからヘルダイバー2について。はい はい、はいえっと、ちょっと、ね、週末に遊びました、だいたい5時間ぐらいかなあ、遊んだんですけど、まあ、今、大人気の STEAM とかで同時接続者数40万とか記録した、簡単に言うと、コープ TPS みたいな形のゲームなんですけど、すごくね、面白いんですけど、今、ちょっとサーバーの問題がかなり根強く残ってて。 今の段階、人があまりにも多くてなんかログイン戦争発,あの発生するよとか <laughs> ゲームにログインできないみたいなことが起きたりまあマッチングシステムも機能してなくてまあクイックマッチがあのゲーム内あるんですけどそれ僕もうこれど,ここれ,どれぐらい待ったらマッチングするんだろうなと思って一回料理する <laughs>、うん バックグラウンドでクイックマッチを起こしたら50分ぐらい経験しててそれぐらい機能しない現状なので、えーまあ、そういう意味ではその、えー、他にか気軽に呼べる相手がいないっていう状況であればちょっとサーバー問題解決するまでは待ってから入った方が、あのー、ゲーム本来の体験はできるかなとは思います、うん、で漢字の,のゲームシステム自体はかなり面白くて あのこのゲームチュートリアルがすごく面白くてまずなんかプレイヤーがなんかねすごく思想が強いゲームでなんか民主主義がどうのこうのってよくしゃ叫ぶんですよプレイヤーが属してる軍隊というか、はい、でそれはプレイヤーのキャラクターも叫んだりして、まあ、そういったところもユニークな面白いんですけどでチュートリアルもそういった思想が強く。 あの作られててなんかチュートリアルオブザイヤーとかあったら全然表を入れたいなと思うぐらいプレイヤーをねこう盛り上げるチュートリアルになってて一回神兵訓練編からパッて入って、えー、お前これをクリアしたら民主主義のヒーローだみたいなことを言われて盛り上げてくれるんですけどうん、うん、その辺の動線うまくできててでそこからあのパーッと,パーッとあの降下してあの惑星に降り立ってまずはエイリアン倒すみたいなところから入っていくるんですけど。 でミッション自体は、まあ、防衛ミッションとか単純な、えー、とプレイヤー敵を、えー、全滅させるようなミッションであったりとか、まあ、いくつかに分かれててそこら辺もバラエティー飛んでてで一番の特徴はそうですね TPS いわゆるオーソドックスな TPS なんですけど、まあ、戦術支援っていってあの、えー、衛星軌道上から、えー、と支援をもらえるという形で、まあ、補給物資が降ってきたり、うん、あとは爆撃をしてもらうとか。 それはまあクールタイムで管理されててそれを地球一うまい具合に使うことで大勢の敵を相手に戦えるようなシステムになっているのでそこをうまく使うのが肝となっててそこのね操作方法もかなり独特で僕は PC 版でやってるんですけどコントロールを押しながら えとコマンドが出てくるんですよそのエアストライクや,やりたかったら上上下下,下左右押せみたいな。<え>そうで出てくるんですよ <laughs> コマンド入れないとあの。コ,ナミコードそうそうそうみたいな形のものが出てきて <laughs> その通りにやると、えー、その支援を受けられる。<laughs> うんうん、多分パッとあと十字キーだと思うんですけどなんでその部分の単純な操作性っていう部分でも結構面白くできてるのでその辺りはよく考えてあるなと思いましたね。うん あとはまあマルチプレイ体験もあの人集めてやったんですけど、かなり結構、チームフレンドリーファイヤかがあるゲームなので、そういう自己的な部分も一つ面白みになっているところでしたね。ただ、いっぱい死んでもいいようにはなっているので、いわゆる残機がかなり多い設定なので、その辺あんまり気にせず、わいわいガチャガチャ遊べる。残機あるありますよ。難易度によってはもしかしかたら なななくくっていいのかもしれないですけど僕がそんなイージーノーマルとかあと3個目の難易度とかだと4人パーティーで行った時は残機が40個ぐらいあったので <laughs> だ全然死んでも大丈夫な感じにはなってましたね <laughs>、はい、じゃあ結構バンバン死ぬゲームなんですか割と結構死にますねそれ起こすんじゃなくてなんかチケットみたいな復活ってやつがリスポンであるあえっと起こしますそれも戦術支援っていうところからあのコマンド入れて なんか蘇生ビーコン投げるみたいな形でやると上からピューって味方が降ってくるみたいな<ー> <laughs> そういうなんか演出も含めてその今すごくうまくできてますねなんで、えっと、本当にサーバー問題さえ解決したら本当に早くこのゲーム遊んでみてとはお勧めしたくなるようなゲームではありましたね、うん、私結構 なんていうシナリオとか結構興味があって、スターシップトゥルーパーズっていう映画って昔ね、あったんですけど、すごいこう似てるよね。確そに、確かに。民主主義の広がりも含めてそうなんですけど、結構その辺興味はあるけど、オンラインゲームとかにシューター系すごいね、下手っぴなんで、下手、下手、そこまで下手じゃないけど、やっぱり。 うーリスポーンされて死んじゃうみたいなそういうところきついかまあでも対戦 PVE なんでどうどうそうですよね CPP じゃない分全然そこは緩いですよ狙われてない、ね、そうね狙われてないですそうですフ,フライはあるけど1個何点言うとなんか多分1人用の内容の調整はないっぽくて1人で挑んだ時とパーティーで挑んだ時の敵の構成というか敵の数っていうところにどうも違いはないっぽいので 今現状で1人でバーってやろうと思うと結構えっと骨がいるというか1人でなんかパーティー用ミッション1人で挑むみたいな感じになっちゃうのでそこだけちょっとあの時間取られるかなと思いますねうんでもね結構面白い体験としてあったのはなんかあのリロードするのにすごい時間かかるロケランみたいな武器があって。 なんかそれ一人であの移動するとすぐ時間かかっちゃうんですけど、もう一人味方にこう横に立ってもらうと、なんか支援を受けられて、へ珍しい一人がこうやってロケラン担いで、<laughs> 一人がこう玉入れてくれる、入れてくれるっていう、<ー>で<ー>無限に打ち続けられるみたいな体験ができて、そ,それはすごい楽しかったですね。<laughs> なんかだからそういう連携みたいなところはかなりいろいろ手を尽くしてて、いろ <laughs> んな形でそういうのがあると思うと、まだまだあの遊びたくはなりましたね。な<れ>、うんか中さんは誰と一緒にやってるんですか。 普通にオンライン上のフレンドとやってますね。あ知り合いと一緒にやってるそうですね、はい。知らない人たちとやると大変。どうですかね、それやろうと思ったんですけど、マッチングしなかったから。そうですね、そう,かねそうそうそう,どう。そんなに気を負わなくてもいいと思いますかね、知らない人同士でも <laughs> そう。めちゃくちゃコミュニケーションで倒すゲームではない、うん、でもないと思いますね。まあ、なんか、ただ、まあ、戦術支援のなんか爆撃の位置ぐらいは教えてほしいって感じですね。 なんか味方がいるところに投げちゃうと<ー>ク。クラクラちゃうんですか。はい、クラクラは確かに。まあ、それぐらいかな。うん、うん、あとさっきのぶさんが言ったらその隣ね、あの、友達同士で、こう一緒に連携して、うん。あの、攻撃するっていう楽しみがもしかして、うん。そうですね。そこはちょっと指示しないと難しいですかね。うん、そのチャットとか使わないと。はいはいはい。はいはい、まあ、一応ピン刺し機能とかあるんで、ある程度ね。 ボイスとかなくても一つあのできるんですけどまあ本当に楽しみたいってなったらフレンド集めた方がいいのは間違いないと思います。やってみようかな。うんいいんじゃないですか。うん、人が多いうちがいいと思いますよ。ね、そうですね。まあサーバーの問題。まあちょっとだけ落ち着いてからね。でいいと思うんですあの。 集合することはすぐにできるので、そこは問題ないようなので、パーティー組むまで、全く知らない人と遊ぶのが大変大変ですね。はい。そこだけですね。はい。ここまでの、やっぱり売り上げが良くなると、分ぶん、プレイステーション側とか、会社側で期待してなかったっぽいですので、そうですね。サーバーの準備はちょっとね、整えてなかったみたいですね。ここまでの売り上げなので。そうですね。なので、多分んね、あの、何となく、ちょっとずつ、その問題は解決されるかなと思うけどね。 オッケーじゃあヘルダイバー2ねこれ PS5 と PC で遊べるそうですはいノビさんは PC 僕も PC やってますじゃあぜひ皆さんチェックしましょう、はい、え次は私かえっとリュウが g o ト o k 8やっておりましてうん、うん、あの私ですねあのリュウシリーズちょっとね久しぶりというか昔すごく、ま、昔とかずっと好きなんですけど、えー、最近の作品ちょこっとしかやってなくで7は基本体験版だけやって終わりだったのでうんうん、うん あのでいきなり「7」やってないと一応同じ主人公のストーリーの続きなので、はい、いきなり「8」やっていいかなってあったんですけど一応舞台が今回、ね、完全に変わるというところもあってあの一応ハワイになるという意味でまあいいかなと思ってそのこれまでのストーリー、まあ、当然わからないところもあるんじゃあるけど結構丁寧に説明してくれるし。そのねあの 振り返り話とか説明話とか場合によってフラッシュバックみたいなの出てくるしその辺はまあ十分ですし、まあ、あとキャラクターなんとなくすでに馴染みがあったのであの一番とかねなのであの <coughs> まあ結果今4時間やってるところで、はい、楽しい <laughs>、まあ、よかったです <laughs> <laughs> 楽しいやっぱ一部はいつも通りの龍がごとくっていうかその 演出とか、うん、あのいわゆるすごく重たいストーリーがありながらとんがってるような面白い変なストーリーもあるし、うん、部分もあるしかつ、えー、と今回、主人公いいよね面白い人でこう、うん、バカ真面目というか桐生と全然味は違くて本当にこの人バカ,バカなんですよ <laughs> バカなんだけどバカなこと言うしバカなことするけど、うん、心がピュアみたいな感じなので。うんうんうん あのそういったところがね結構魅力的だなっていうところとこれまでに私セブンあまりやらなかったからこそシステムは完全に違うわけ。 これまでの他の龍河如くのシリーズの中で昔アクションゲームだったのが今回はターンベースの RPG になってるけど、うん、7は割とターンベース RPG 性が強いかなって印象だけど、うん、今回はどっちかというとちょっとだけアクション寄りに戻った、うん、でもターンベース RPG みたいなシステムなんで、うん、結構実はその中身いろいろやってるんですよねいわゆるターンベースだけどいわゆるアクションだけどいわゆるその FF15、うん とか16とかとまた違った意味のターンベースとアクションの混ざり合いか、うん、方というか結構、やっぱかなりこのゲームでしかできないようなシステムになっていましてで特にターンベースがありながら、まあ、自分のターン,ターンの待っているところがいわゆる少ないというかテンポがサクサク動くものが速くて、はいはい、でかつ、えーっとえー、なんていうかなその 次どういう攻撃するのかアイテム使うのかあの、えー、あの技を使うのか選択した後に実際にそのキャラクターの,その今、えー、と立ってる位置がによって攻撃の強さとかが変わるしあのたくさんのモブキャラと戦っている時にモブキャラクター A に当たっても、うん、キャラクター A が倒れた時にモブキャラクター B にぶつかるわけ。 だからそうするとモーブ・キャラリー B にもダメージが食らうのであああの自分の,その立てる位置とかを考えてあのそういったこうチェーンリアクションみたいなものをこうしてみるうん、うん、あるいはその周りに、えー、チェアがあるはい、はい、自転車があるならこう<う>普通の攻撃にしても。 使って攻撃、うん、すると攻撃するっていうところではそういった意味ではその、まあ、アクション性がありながらでもそういったもあるしあのかつさらに、えー、と場合によってその自分の攻撃によって QT が出るとか<ー>タイミングよくバトンを押せばさらにダメージを与えるとかかつその向こうが攻撃する時にも、うん、ジャストガードみたいなのもありますので。はははいはいはい、はい いわゆるただ自分のターンじゃない時ただ待ってるわけではなく、うん、あのやることあるんですよね。そういった面ではすごくなんかこう忙しすぎるっていうところまでいかないほどだけどずっと常に常に楽しくエンゲージメントが、うん、何か自分が遊んでるなっていう気持ちになるからそういったところがすごくうまいなバランスがよくてあとは、えー、単にストーリーが。 面白いいなっていうところで私ねまだ4時間プレイしてまだ、えー、とハワイでなくてずっと横浜であの、えー、やってるんですけどもうハワイ行けとちょうど、ね、あの言われたところなのでパスポート用意してねあの、はい、<laughs> なのでこれからなんですけど、えー、とそこからやっぱりだいぶ多分印象はまただいぶ変わる気が あ今のところだとその例えば <coughs>、まあ、横浜の,そのステージの中でそのいろんなその、まあ、プレイスポットがあるコンビニがあるそういったものが、うんまあ、いつも通りあるっていう感じなんですけど、はい、ハワイにもあるけどやっぱり全然内容は違うあの東京ゲームションでやった体験版だと「クレイジータクシー」みたいな、うん、あの自分がえっ、ー、と Uber e、みたいなデリバリーするやつね。はい、そう、はい、配達やってるおやつとかあの、その辺すごく楽しみの気持ちもあるし、うんうん、なのであの、実際にどうストーリーがそっちに行ったらどう進めるか、何の遊びが待ってるのか、すごく楽しみなので、今すごく楽しくやってますね。いいですね。 いつ,いつもその重,い重たいそのヤクザ系話のストーリーもありながらしかもそれも前作やってなくてもなんとなく理解できるように結構丁寧に説明してくれるんですけど前作にこういうもあ4年前にこういうことありました今はこういう結果になってますよみたいなはっきり <laughs> あの言ってくれるんですけどす、ね、<laughs> かつその、えー、主人公でねあのなんていうかこう。 毎日の人生について日常の話とか出てくる彼は最初どうでもいい仕事をや、まあ、どうでもいいんじゃないんですけどねヘローワークのスタッフをやってて元ヤクザの人たちの、えー、ちゃんとした仕事ができるように手伝ってあげてるうん、うん、こだわりを持ってかつ好きなあの女の子がいる、うん、じゃあどうロマンスすればいいのかそういうところ下手だから友達から。 アドバイスをもらって実際それがこうゲームプレイの一部になってるとかそういった意味ではまあバラエティもあるしあのストーリーがずーっと重たいものではなくそういったコメディのリリーフがあるという意味でまあいつも通りのリリが本当なんですけどうん、うん、私によっては結構ね新鮮味があってあの最近やってなかったからあの続きは楽しみというところですちなみになんで8でやろうと思ったんですかか何に惹かれたんですか えーとですねまず舞台が大きく壊れるの大きい。じゃあこれからその期待がやっと、うん、味わえるってことなんですかすまだそこたたどり着いてない <laughs> それまず一つあのかつ、えー、今回ですねまだ、えー、そこまでいけてないんですけど桐生がねあの戻ってくるという話で一応体験版にやった時すでに桐生が同じ。あの えー、パーティーにいるわけなんでプレイしてみたらまさにそういった、えー、なんていうかなその短縁システムの中で桐生の出番になった時に、うん、彼は時間制限で完全にアクションゲームになるんですよだからなんかそういった発想うん、うん、超面白いなと思ってうん、うん、いわゆる本当にそのゲームのシステム自体がものすごく面白い方向に進化してるというか。 あの見たことないようなシステムになってるかなと思うので、すごい興味があったんですね。うん、その2点かな。なるほどはい次行きましょう、シティゼンスリーパー。シティゼンスリーパー、2022年リリースなんですが、最近になって日本語版がリリースされた、テキストを読むタイプのゲームですね。うん、一番近いのは が近いいと思います、うん、ダイスを使って選択肢をまあ選びつつみたいなゲームですね、うん、でそのシステム自体はあんまりこのゲームは重要ではなくて、まあ、もちろん重要ではないは言い過ぎなんですがそんなにそのあえて語るほどではなくてシナリオ法の方に注目していただきたいですね、うん、このゲーム、まあ、SF 設定で主人公はスリーパーっていう存在なんですよシーズンスリーパーのスリーパーですねはい、はいはい でどういう存在かっていうともともとの体はない元人間なんですね今はロボットみたいな機械の体に自分のせ精神っていうんですかね、うん、が入ってる状態になっているでかつての自分はどういう存在だったかはもう知らないっていう状態でまあえっ、ー、と宇宙ステーションみたいなところの舞台なんですけど、はい、すごくサイバーパンク的な舞台に来て暮らしていくと。 で重要なのは、かなりその現代社会に通ずるいろんな問題をこの舞台となっている場所は抱えていて、まあ、格差であるとか、まあ、サイアパンクによくありますね、うん、その大企業がワーカーをなんかめちゃくちゃ搾取してみたいなことがまあ描かれているというのは特,特徴で主人公はそこに対してこう、まあ、つまりこの舞,台の舞台となっている「まあえー、とザ・アイ」と呼ばれる場所なんですザ・アイ」違うな。 まあ瞳って言われてるんですけど日本語版ではうん、うん、って言われてる場所なんですけどそこでどういうふうな市民として暮らしていくのかどういう市民としてこの世界で成り上がっていくは違うんだよな、まあ、この世界どういうふうな立場を支持していくのかっていうのをまあ描いていくゲームなんですね。うんうん、でいろんな選択肢があって例えば子ども連れの子ども連れでその造船所で働いてる船とかを切ったりして今度遠い 遠い所に行く船が出るからそれに乗るんだって言ってるやつがいたりして、まあ、それに協力するのかで自分は実はあのそのロボットだって言ったじゃないですか機械の体があると、はいうん、でもその機械の体っていうのは本当は企業の持ち物なんですね企業から自分は追われてる身なんです簡単に言うとなるほど <laughs> でその追っての、えー、と賞金稼ぎが来たりするんですよでその賞金稼ぎのなんかつまらない <laughs> つまらない仕事を なんか見逃してくれる代わりにつまらない仕事をやらされるとかがあったりしてうまあそういう中でいろんな選択をしていくっていうのが面白いところで何て言うんですかねすごく、まあ、テキストめちゃくちゃ多いんでそのテキストを味わうゲームではありますねあと UI がすごくかっこいいっていうもともと前作このゲームの開発者ジャンプ・オーバー・ザ・エイジっていうデベロッパーなんですけど「<ー>イン・ア・ザ・ウォーター」っていうゲーム作って。 それも UI かなりいいゲームだったんですよね深海を舞台に博士が探検するみたいなゲームだったんですがうん、うん、ま今回はそういうのではなくて完全な SF でもう少し、まあ、ディスコエリジウムが一番近いですかねアートはちょっと違うんですけどそこの見せ方がやっぱかっこよくてですねすごくそのインタラクション自体単純なんですよテキストを読む、はい、サイコロをちょっとここのマスに入れるみたいなはい、はい、で判定をするっていうだけなんですけど。うんうんうん なんかそこを持たせるなんかアーティスティックな部分がすごい魅力的でやってほしいなってもし、うんえー、今年出たゲームで未解決事件は終わらせないといけないかっていうゲームがあるんですけどあ,あれもかなり社会的な。 メッセージ強く込めたゲームなんですけどあれに何かすごく惹かれたとかっていう人がいたらこっちのゲームもねやってほしいですね逆にシ然ズンスリーパーが好きだったって人はうん、うん、見かけず事件を終わらせないといけないからをやってほしい<ー>、うん、それぞれがすごいなんか社会に対する問題意識であるとかっていうものを強く持っていてそれをどう描いてどう伝えるかっていうことをかなり強く意識しているのでね各々やって確かめてほしいですね。 時間はまあそこそこかかりますね。7時間くらいかな。クリアとりあえずのクリアまで。まあうん、そこまで。まあテキストを読むなんで、そんなにめちゃくちゃ長いとではないですね。ありがとうございます。タイトルもう一度。シチーズン3パーです。はいはいはい、で最後に私はですね、あのー、今に配信された、うん、マイクロソフトフライトシミュレーターの2020年かな、出たゲームの中に Dune、 あの映画版の,あのツナの惑星の、えーとうん、ディーンという、えー、作品の関連コンテンツでですね、あのオーニソプタ、あのディーンの,、ね、あの舞台あるの,の乗り物す、ね、ヘリコプターっぽいものがあるんですけど、はい、ヘ,リヘリコプターだけどあの、トンボと同じように、あの羽があるんですあそうなね。そうそうそう 見た目はどっちかというとトンボに近いクラフトなんですけど遊べる操作できる絵も追加されて一応ジンの映画に出てくるアラキスという惑星いわゆる完全に砂漠砂漠砂漠って惑星の中のステージいっぱいあるけどその中で一応その アラキスを、えー、自由に探索することはできなく、どっちかというとミッションがですね、あ<ー><の>ミッションの創の。ミッション創生があって、まあ、チャレンジみたいなものですね。一応、まずそのオニソプターの、えー、チュートリアル使い方のチュートリアルがあって、はい、でそれをマスターできたらえといくつかのチャレンジをやってみて、こうう一応、えー、タイムアタックみたいな。なんですけど、えー、まずその、クラフトのハンドリングはすっごく面白くて、<ー>やっぱり、 一部ヘリコプターですね例えば飛ぶ時に力ヘリコプターだったら上にプロペラーがあるんですけど、うん、回って、うん、でそ,そこにこう全ての,そのパワーを入れちゃえば上に行くだけなんですけどそれと同じようにリフトオフとかはそうなんですけど、はいはい、でも一応飛行機と同じような羽があるからしかもその羽はパタパタするし。 あるいはそれをオフにすることもできるんで、<う>でオフにしたときにそのままこうあの左右にこう飛ばした状態でもできるし、うん、完全にこう折りたためてこう閉める,る。あ、そうなん<で>だ。で閉めるとピューンって下にダイブするわけ。あ、<laughs> そうなの。で,<ー>でダイブしてでまた出して前に。 アフターバーナーをかけて前にピャーンっていくハイスピードを出すこともできる結構スピード感あるのに物なんですねヘリコプターっていうからもっと遅いのがアフターバーナーがまず空いてるんですよなので飛行機みたいにトム・クルーズのよそうな飛行機みたいにアフターバーナーが空いてるけど一応だから一部ヘリコプター一部飛行機一部グライダー いわゆる、えー、とそのパタパタをオフにしてグライドすることもできるからいろんな操作の仕方があってはい、はい、難しそう最初は、ね、ちょっとだけ慣れるまでに少し時間はかかったけど意外とあのそこまで難しくないというか。 いわゆるあのゲームの普通の飛行機の操作より私にはやりやすい。<laughs> 若干、ねまあね、難しいです、ねね。結構ヘリコプターで結構直接自分の行きたい方も行けるんじゃないですか。すね、上下も含めて。そうそうそう、まあ。そういった意味ではかなり特徴のある面白いうん、うん、<laughs> ハンドリングだなーっていう感じ。であのまあその アラキスの中を旅して一応映画版のデューンと関連しているので、はい、見た目そのオニソプタのデザインとかあの舞台のデザインは基本映画と一緒なのでそういったところはまあ気持ちいい、はい、けど実は,実,はあの実際の地球のマップでもはい、はい オニソフトを利用することもできるので、そうですよねどっちかというと、そっちだけなのかと、むしろ思ってたんで、そう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 、一応、自由に探索したいときは、むしろでででききなないけど地球るるはい。日本とか、私はロンドンの上にとかね乗ったりして、あの乗り物で、あの、ロンドンの上空を。めちゃくちゃ不思議な感覚になって、気持ち、スクリーンショット撮るようりね。はなはい確かに確かに。 あの変な感じですよね本当に変な感じなのでい、ね、あのディーンが好きなのであれば、ねうん、これ本当に、ね、あの昔の小説で説明されるほどの同じようなものでもあるしもちろん映画版で、ね、あの見せてくれるような同じものなのですごいなんか世界観入りきったなっていうところもあるし。 あの実際のハンドリングが相当面白いのでマイクロソフトフライトシミュレーターの中でも結構特徴のあるものなので、うん、ぜひぜひおすすめしたいと思っております。 ですね、一応多分無料作品持ってるのは無料で遊ん、はい、でるゲームパスにも入ってるんでははい。はいはい。ということで今週遊んだゲームはここまでにしたいと思います、はい、皆さん、はい、今週どんなゲーム遊んでますかぜひ教えてくださいそして今回私たちが紹介した作品についてもね思い出があればぜひコメントください、えー、また来週までにお待ちしておりますバイバイ